2007年のオランダグランプリは、ロードレース世界選手権の2007年シーズン第9戦として、6月28日から30日まで、オランダの TT サーキット圧戦で開催された。伝統的に土曜日の開催となっている、決勝レース、125cc クラスでは、ボールポジションからスタートしたマティア・パシーニが独走でに、連勝、シーズン2勝目を遂げた。2位には、 ポイントリーダーのエクトル・ファウベル、3位にランキング2位のがボール・タルマクシと続き、ファウベルとタルマクシのポイント差は7となった。250cc クラスでは、ポイントリーダーのホルヘロ・レンソが、ポール・トゥ・フィニッシュで、シーズン6勝目を挙げた。続いて2位には4戦連続で、アレックス・デ・アンジェリスが入った。モートジッピークラスでは、木曜日のフリー走行で、 ホンダグレジーニのトニーエリアスが転倒し、左大腿骨骨折の重傷を負い、今回を含めて参戦を欠場することになった。ウェットセッションとなった金曜日の予選では、クリス・バーミューレンが強さを見せて、ポールポジションを獲得。ドライとなった決勝では、ポイントリーダーのケイシー・ストーナーが序盤からレースをリードするが、 今回新型チンクエチェントの発売を記念したスペシャルカラーで登場したフィアットヤマハのバレンティーノ・ロッシが11番グリッドから徐々に親毛を見せ23周目の最終試験員でストーナーからトップを奪うとそのまま逃げ切ってシーズン3勝目を挙げた。これでストーナーとロッシのポイント差は21に詰まった。スペシャルカラーで登場したバレンティーノ・ロッシ。ありがとうございます。